はようございます。美濃加茂市まちづくりコーディネーターの加藤真康がお送りする番組、真康散歩。この番組では昨年5月より美濃加茂市のまちづくりコーディネーターとして活動している私、加藤真康が美濃加茂市内のいろんなところに足を運んで、面白いと思ったことや魅力だなぁと思ったことを皆さんにお伝えする番組です。月曜日の朝、1週間元気に過ごせるような内容をお届けしていきたいと思っております。それでは真康散歩、最後までお付き合いくださいね。美濃加茂市真康散歩。さて、第4回となりました。前回はね、日本ライン旧、乗船場のあった中之島公園について触れさせていただきました。そこで出会った、大塚さんという美濃加茂市の職員や、藤井さんという、間伐を進めながら、取り組まれている、面白いおっちゃんに出会って、そんな話もさせていただきました。今日はそのまままた木曽川を、上流に行かさせていただいて、深夜散歩は河合の私のあたりをご案内させていただきたいと思っています。実際皆さん河合の私って覚えていらっしゃいますか？大田橋ができる前は本当にそこに、中山道の、大田の私といういわゆる船で渡る場所だったんですけれども、そこは面白いことに渡辺さん、もうご存知の方も多いと思いますが、渡辺さんという名字が昔は9割いらっしゃったというふうに言われてるんですね。やっぱり川を渡るという名前だと思う。それもすごいびっくりして、どこ行っても渡辺さん渡辺さんということなんですけど、河合の私へ行きました。初めて見たのはですね、そこに大きな木があるんだよということで見せていただきました。それが、通称河合のムクノキって言われる、木なんですけれども、こちらはですね、あの岐阜県の天然記念物ということで、指定されているそうなんですね。実際大きいです。見ると、どうでしょうね、もう本当に手が何本になっても足りないぐらいの、大きさで、川べりにビシッと立ってるんですけれど、なんと樹齢は800年、ということで、今で言うとどうなんでしょう、鎌倉時代が終わったぐらい、それぐらいに作られた、植えられた、木だということなんですけれども、まあ、その木がやはりたくさんのこう昔の歴史の中でこうずっと川を渡り歩きしている皆さんをこう見下ろしてきたという木だったんですね。やっぱりそこが残っているというのはとても素敵なことだし、地域の皆さんにとっても誇りだよということで、私は初めて美濃加茂市に来た時に連れてっていただきました。まあ、実際高さも20メーターぐらいあるということで大きいですし、まあ、一部やっぱり根っこの方はちょっともうやはり傷んでますので、だいぶ、木で支えられたりということをしていたり、あるいはえのきともくっついちゃったりもしてますので、まあ、見てもらえばああすげえなっていう風なんですけれど、ここもですね、歩いたりしてる時に出会えるといいなと思ってます。本当はそこにですね、この木がある横にですね、実はもっと面白いところがあって、これはですね、珍百景にも出る場所なんですけれども、ガードレールの、ところにですね、カーブミラーというので、ミラーがあるんですが、なんとカーブミラーの、棒のですね、柱の中をですね、竹なのかな、あれは笹なのかな、ちょっと分かんないんですけど、ずっと伸びてきて、カーブミラーの上から頭をピョンって出してます。これすごい面白い景色で、なんか本当にこうカーブミラーに絵を描いたらもうなんか海外のキャラクターみたいになっている場所があるので、まあ、こんなところもですね、あるなっていうのをぜひちょっと一回探してもらえればなと思ってます。で、河合のムクノキのあたりをですね、ずっとまた上流に歩いていくと、ちょっと歩いたところにですね、また川べりに歩いていける場所があります。そこにはなんと箱井の清水というんですけど、皆さん多分分かりますかね、郡上だとか、郡上八幡だとかにある、お水の、場所で、昔ながらでいう、洗い物をしたり、食器洗ったり洗濯をしたり、果物をスイカだとかを冷やしたり、
芋を洗ったりみたいな、段々になっている、昔の、洗い場があるんですね。ここも、とっても綺麗な、場所でして、外はですね、なんと木曽川と飛騨川がぶつかる、もう本当にぶつかっている場所で、その箱井の清水という段々になっている場所が広がっていて、これ見た瞬間に、ああ時代トリップしたなみたいな、感覚になるんです。ここで皆さん昔は、洗い物をしたり、横浜市の職員でも昔はここでよく遊んでたよっていうことだったり、ばあちゃんが洗い物してたよっていう、ことを言ってたんですけど、そういった、場所なんかもありまして、こういう景色ってなかなかないよなと思って、よく見ていくと実は川の周りにいくつかもあります。なので一回よかったらいろいろとまたここも散歩してみるといいなと思います。中にはもう清水という形でお水がこう流れてきますので、そこを見ていただくと綺麗な水が流れてるんだなというふうに思いますので、そういったところも見ていってください。で、私はこの川井の、私のエリア、街づくりということで担当していろんな形で出会いがあるんですけれども、最近ではですね、この川井の私をもう一回復活させたいんだという、人たちが、地域にいらっしゃることが分かってきました。で、その方たちは、もともとボートとかをですね、趣味でやるようになって川の良さを知ったので、もう一回復活させたいと。で、できたら、堤湖という形でボートを置けるような場所を、対岸の下枝川に置きたいんだよねみたいな、ことを言ってらっしゃる人たちがいらっしゃって、この方たちとですね、じゃあ町づくりをする前にいろんな資源があるから、散歩しようよということで、まあ、まさしく合同深夜散歩させていただいてるんですけど、この時にですね、やはり地域の皆さんと一緒に歩くと、ここは昔こうだったんやとか、川だからですね、もうよくわかると思うんですけど、昔の丸い石がゴロゴロ、出てくる、ちょっと掘れば丸い石が出てくるということなんで、だいたいお家の、壁とかは全部その丸い石が積み重ねられてできてるんですけど、やっぱその景色を見ていくだけでもとっても面白いです。で、歩いて散歩していくと、たまにおばあちゃんなんかが、荷車で、野菜なんかを持って歩いてったりするので、まあ、そういった人に声かけたり、犬と一緒に散歩しているおじさんなんかにも声かけたりすると、こんな場所でのということをお話もしてくれます。また近くにはフクロウ、なぜかフクロウばっかりをですねコレクションしている喫茶店もあって、まあ、服が来るっていうことで、フクロウでコレクション めちゃくちゃすごいたくさん1階2階全部置いてあるような、お店なんかもありますので、よかったらこちらは川井駅の、美濃川井駅のすぐ近くなんですけど、そのあたりも深夜散歩のような形で歩いていただけるといいなと思ってます。深夜散歩した時にですね、実際、この町の中で、まあ、蒲焼きが作ってるぞっていうことで、うなぎではなくナマズを食べさせてくれた人なんかもいらっしゃって、まあ、それはちょうど台風の後だったんですけど、ナマズを食べさせてやるわということで、さばいて、これもさばくの大変そうでゴツゴツだったんですけど、ゴツゴツのナマズを3匹かさばいてくれて一緒に食べさせてもらいました。で、美味しいぞということで蒲焼きで食べさせていたんですけど、まあ、うなぎよりも淡白な味で、まあ、こう噛み応えもあるよというような感じでした。まだまだそういったですね、地域に良さって残ってるんだなっていうのを感じました。そんな形でですね、この川井エリア、いい場所だと思いますので、ぜひ皆さんも訪れてみてくださいね。今日はこちらの方を紹介させていただきました。また町にはいろんなものがあるので、またみんなで目を向けてみたいと思っています。では今週も良い週にしていきましょうね。美濃加茂市の町づくりコーディネーターがお届けする深夜散歩第4回放送でした。川井のエリアを紹介させていただきました。引き続きモーニングライン月曜日をお聞きくださいね。ではバイバイ。